やんか、ほら油がこれ、うお、すげえ。これ買って正解やね。これはね、どこやったかな、静岡のサービスエリア第二透明、うん、に売ってましたわ。うお、油がすげえ。ちょっと直火もええとこになってんで、これこんなに燃える声出えへん、こんなに燃える。ちょっと一時避難やな、これちょっとまずいな。いいよ、よいしょ、もうちょいか、大丈夫やな、こんだけ焼けてたら大丈夫やろ。はいよ、はい、できた。そう、はい、続いて鶏肉やろうかなと思います。よし、鶏肉だけはね、とりあえず何もなかったらあかんなと思って持ってきたんですよ。これを普通にちょっと焼いて食べたいなと思います。オケた、びっくりした、そんなんか、おいしそうやん、めっちゃおいしそうや。よし、おお、いい感じ、いい感じ。よし、よいしょ、蓋オープンなし。あ、うまい。さあ、そしたらいただきたいと思います。うん、うまっ。吐く、うん、鶏最高、すっごい脂乗ってたけど。いただきます。うん、塩麹がめっちゃ美味しい、油がすごく塩で甘くなってる。うん、うまっ、大満足。これも静岡の SA で売ってたんですけどね、これ1個630円すんねん。638円とかな、648円か。ほら、美味しいんかどうか分からんけど、こんなんやで、こん、ちょっとこれこう温めたいと思います。美味しいんかな。牛すじカレー、私が作るよりうまいかな。こんなちっちゃい缶で648円もすんねんで。さあ、どんな感じやろうね。よし、わからんで、味は。まずこれでちょっと炊きたいと思います。よし、あ、これがどうなってんやろう。よっ、よし、もうカレーができたぞ。よっ、ちょっといただきます。わわ、なるほど、うん、筋根か、なるほど。こんにゃくがちょっと何騙された感じがあるけど、でも筋はちょこっと入ってるね。あー、うまい、たまらん、これうまい。みんなも美味しいやつだもんな。うまい、やっぱ美味しい。あー、うまい。あー、これがなんと
とも言えんねんな。いいよ。いや、それでも朝方は5度ぐらいまで下がるみたいですけどね。大丈夫。あの、あれ、何やったっけ、モンベルのダウンハガーウルトラスーパースパイラル800のゼロ持ってきてるから全然大丈夫。むっちゃ快適や。あ、そうそうそう、着替えたけどね。さすがにしましま着てなかったでしょ、昼間。でも腕まくりしてるっていう。だいたい、あの、始めるのが夜やから、もう疲れてだいたい寝ることが多いのね、ワンズはね。今なんて、そうか、あ、そうか、逆になんのか。なんて書いてんのやろ。BALDR。多分中華製かなんかんやろ、これ。でも、私これ5つ目やけど、これいいですよ、めっちゃ。寒くないですよ。8度ぐらいかな。うん。全然大丈夫。今はツイッターライブやっております。うん。いえいえいえ。紅茶美味しかったでしょ。あれがうちがいつも飲んでる紅茶なんで。あの、そこのビュッフェで食べるより全然、あの、美味しかったでしょ。ずっと今日昼間動きっぱなしでしょ。あまりにも疲れて、さっき6時頃からかな、7時半頃まで寝てましたよ、ワンズと一緒に。疲れたーと思って。うん、はい、みんな入っといでや、みんな入っといでや。今日来た人みんな家帰ってんのかな。うん、ちょっと寝ましたよ、だから。うん、すごい楽になった。さっきまで声めっちゃダミ声やったけどね。はい、それではね、ライブを2時間半もやってたから疲れた。もうツイッターで1時間じゃない、リンスタで1時間、ツイッターで1時間半。さあ、もう、冷えてきた。めっちゃ冷えてきた。ので、私、24時、0時から、あの、風呂予約してるから、さあ、風呂入って、ぬくぬくになってから寝たいと思います。もう焚き火もっていうか、もう燃やす材料がなくなった。あの、ライブ中ずーっとなんかくべてたら、2時間半の間で全部使い切ってしまってましたね。さあ、そしたら、風呂入りに行きたいと思います。おー、素晴らしい。何も用意することないやん、そしたら。すごいな。何それ。すげえ、何もかも全部用意されてる。12時から。さあ、どうなんやろ。へえ、浴室があんねや。湯船に浸かれるってすごいね。嬉しいね。で、なんか水質がすごいんですって。ほら、ゆっくり入りたいと思います。気持ちよかった。もうな、幸せって感じ。もう湯船に浸かれたっていうのはもう最高やね。はい、そしたらありがとうございます。では帰りたいと思います。いいけどな、全然。夜のドッグラン、どんだけ見えへんのか分からへんけど、見えへんよな。暗すぎんねん。オールフリーでこれだけのもんが使えるんよ。全然めちゃめちゃいいよね。
ありがとうございます。ほい、帰ってきました。いやー、気持ちよかった。もう最高やね。あー、もういや疲れが取れるわ。はい、それでは一服したのでさあ寝たいと思います。よいしょ。はい、それではお疲れ様でした。めっちゃ雨、すんごい雨降ってる。また雨かよ。ただいま3時40分。ああもう最悪。ああ、できた話。はい、話してる。はい、おはようございます。さあ、よいしょ。あ、朝からドッグランやってますよ。富士山が、ちょっと欠けたかな。さっきまで見えてましたけどね。よいしょ。すっごい雨やった。ずっと降ってた。もう全然大丈夫やったね。優秀、ネイチャーハイク優秀、よかった。もうダダ漏れするかなと思ったけど、全然一滴も入っな、お、うん、漏れへんかった。グランドシートも引いてるし全然大丈夫やったよ。すっごい雨やったけど、それだけは覚えてる。あとは疲れてもう爆睡してましたね、本当に。ああ、よいしょ。どこになるの、うちの子は。よいしょ、よいしょ、おった。いや、7度6度7度ぐらいまで下がりましたけどね。やっぱりでも半袖。ちょっと乾くまで放置かな。まあ、ほっといたら乾くねんけど、でもチェックアウトかな、今10時ぐらいかな。チェックアウトが12時までやから、それまでには片付けないかんからね。家でまた干さなあかんかもね。はい、それではね、片付けの方していきたいと思います。そんなに物を全然多くないから、忘れ物いっぱいあったけど。そんなにかからないと思います。まだ乾いてないから、もうそのまま天井に放り込みました。家帰ってどっちみち乾かすし。ほい、綺麗に片付きました。はあ、てか何もしてんけどね。さあ、よいしょ。さあ帰るぞ。遠いぞ。7時間ぐらいかかるかな。さあ、お世話になりました。今が12時ジャストなんで、夕方7時ぐらいかな、帰るの。はい、富士山帽子かぶってる。富士山、うわ、あそこに富士山見えんねんけどな。富士山今日は見えてないですね。目的地までおよそ 350km です。4時間45分ぐらいかかります。料金は8840円です。静岡のエッセイに着いたんですけども、ドッグラン行きたいところなんですけども、大雨、雨、すごい雨。とりあえず買い物だけはしてきましたけどね。絶対に食べたかったから、ほうとうと売ってたよ、こんな。イエーイ、買った買った。というわけで、
次の SA どこかな。まあ走って帰りたいと思います。違う今日や、今日これは走られへん。高速道路で時速40キロやで。今日や、すごい。ちょっと待って、はい、ただいま真っ暗やんけ。よっしゃ、はい、どうぞ。はい、上がってくる。ああ、お疲れさ。ああ、しんど。さすがに長距離はしんどいな。ああ、運転しっぱなしだったもんな。はい、ご苦労さん。はい、ご苦労さん。はい、お疲れ様でした。